はい、こんにちは。あ、こんばんはか。こんばんは。見えてますでしょうか。聞こえてますでしょうか。大丈夫かな。いや、なんか結構ね、夜寒くなってきましたね。このぐらい涼しい方が僕は好きなんですけれども、皆さん、風邪などひいていないでしょうか。こんばんは。来てるかな？こんばんは。あ、来てますね。ありがとうございます。はい。ということで、斉藤直樹です。今日はですね、はい、5周年企画、君たち何食ったらそんなに絵が上手くなるの、絵師の一日を暴く配信ということでね、あとは重大発、プラス重大発表ということで、はい、来ていただきありがとうございます。ちょっと、ごめん。ゲップが出そう。なんかね、話し始めちょっと大体ゲップが出そうになるんだよね。はい、失礼しました。はい、ということでですね、もう本当に早いもので、なんだかんだこのチャンネル、開設から5周年を迎えることができました。それもこれも、チャンネルを見てくれている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、5周年って言いましたけど、この前バンされたから、まあ5周年っていうか1周年も経ってないんですよね、実は。斉藤直樹には1周年も経ってないんですが、一応5周年ということにさせてください。 はい、まあ、めでたいんでね、そういうことにしておきましょう。はい、あ、皆さんありがとうございます。ゲップ助かる。 それはさすがにないだろう。で、ですね、まあ今回は、まあそういう5周年もおむ、あの、お祝いしてもらうためっていうのは、まあついでであるんですけれども、まあそうは言ってもね、このチャンネルは、絵を上手くなりたいとか、まあ絵に限らず、クリエイターを、目指している人が多いと思うので、はい。なのでね、実際に、第一線で活躍しているクリエイターってどういう生活をしていて、で、なんかどんなもん食ってるんだということを、皆さん興味ありますよね。ありますよね。はい。なので、今日はですね、大人気のクリエイターのお二人を、お呼びして、根掘り葉掘り伺っていきたいと思うんですけれども、その前にですね、ちょっともう、伏線というか回収しておこうかなって思いまして、タイトルにある重大発表ですね。重大発表。もしかしたら気にしてくれている人もいると思うんですが、もう先に発表しちゃいます、こちら。まあ、最後までね、引っ張るとかしません。はい。もうお二人呼んでからはね、お話に集中したいと思うので、先に行っちゃいます。はい。何でしょう。よいしょ。はい、こちらです。チャンネル5周年を記念しまして、こちら。1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムっていう、特別版の動画販売を本日から、発売開始しました。はい、ありがとうございます。で、販売サイトは Vimeo っていう動画プラットフォームです。で、概要欄とコメント欄にも URL を載せておくんですけれども、概要欄にはね、実はもうすでに情報載せてあります。まあ後から載せるのめんどくさかったので、もうすでに載せてるんですね。で、こちらはですね、よいしょ。初心者からでも、絵の下書きから完成までサポートする内容があったり、あとは中級者のためのもう少しだけね、こう突っ込んだ内容だったりとか、あとはさらに、上級者のお悩みにも答える内容になっておりまして、で、15本の、取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない、ここポイントですよ。サブスクではありません。動画買い切り型になっております。はい。なので、なんかサブスクってもうずっと払わなきゃいけないじゃないですか。それ、もうなんか結構買う側もめんどくさいなと思ったので、買い切り型にしております。はい。なので、買い切り型なので、動画のダウンロードも可能なので、ご自分のペースで学ぶことができるようになっております。全巻セットで、なんと4500円。
これですね、あの他の、動画販売に比べたらめちゃめちゃ安いと思うんですよ。他の買い切り型のサービスだとだいたい2万円とかね普通なので、それに比べたら4500円めちゃめちゃ安いと思います。でよいしょ、はい、これやばくないですか。はい、1本からでも、500円で購入可能なんですが、全巻セットで購入するとなんとスペシャル特典として、大人気イラストレーター作者2さんとの、線の描き方についての対談動画、これだいたい70分ですね、対談の70分、こちらがですね、おまけでついてきます。はい、でさらにちょっとここにも書いてあるんですけれども、この動画、この配信を見てくれている人限定で 20% オフの、クーポンコードを数量限定で、今概要欄をね見ていただけるとあると思うんですけれども、そのクーポンコードを入れていただくと 20% オフで購入できるので、こちらもぜひ、ご利用してみてください。はい。でね、クーポンはあの数量限定になっておりますので、人数に達した時点でごめんなさい、終了になってしまいますので、まあ本日中だったらねもう全然あのなくなることは、本日中どころか、まあ、あの1週間ぐらいはなくならないと思うんですけれども、欲しいなって思う人は、早めにお願いします。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからチェックしてみてください。はい。ということでね、もう最初からあの宣伝しちゃったんですけども、いやーこれですね、もう3月にチャンネル消失して、で YouTube のあの収益化剥がされてからですね、もうなんとかしなきゃいけないなと思って、そこからねあの必死で用意していた企画だったので、もう大体半年間ぐらいずっとやってたんですよね。なのであのチャンネル5周年企画っていうタイミングで発表できて本当にねあの嬉しいですし、ちょっとねほっとしております。はい、もうあのかなりね、突っ込んだ内容もあって、 YouTube では語り尽くせないなっていう内容もね結構いろいろぶっ込んでおりますので、ぜひねこの機会に、ゲットしていただけると嬉しいです。はい。じゃあね、ちょっと長々と宣伝してしまいましたが、本日の本題に入っていこうと思います。はい、本題は君たち何食ったらそんなに絵うまくなるのと、絵師の一日を暴く配信ということで、はい、ゲスト呼び込みいたしましょう。まず一人目のゲストは、このチャンネルではもうおなじみ、あ、これちょっとね非表示にしましょう。よいしょ、こっちにしようかな。はい、一人目のゲストはですね、このチャンネルではもうおなじみ、イラストレーターのイクシーさんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。イラストレーターなのかわかんないですけど、イクシーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、いや、なんかあのいつもありがとうございます。あ、ご招待ありがとうございます、はい、いつももうなんかあれですよね、最近すごい忙しいって言いつつ、はい、なんか9月に70枚ぐらい趣味絵描いてませんでした。あ、だからあれはちょっと8月、なんか、いや、僕ご褒美ないとあんま書けないんで仕事へは。だからご褒美でやってたらあんななっちゃったって感じでした。だから、まあ、あれくらい仕事してたっていうことで、まあ。趣味屋はご褒美なんですね。はい、一応あの趣味屋ご褒美。はい。いや、イクシーさんの一日のスケジュール一応もらってるんですけど、後で見せるんですけど、いや、めちゃめちゃね、あの、エチとはこうあるべきだなっていうスケジュールで、ちょっと皆さん楽しみにしていてください。いや、あれよくないと思いますけど、まあ、ちょっととりあえず、あの、はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、二人目のゲスト、はい。これね、多分、あの、チャンネルに出ていただくのは初めてだと思います。お願いします。よいしょ。はい、漫画家のぬこうさまちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イケボ、相変わらずイケボ。いや、なんかぬこうさまちゃんの、ぬこうさまちゃんの声聞くとなんかね負けた気分になるんですよね、はい、それ言われてもどうしようもないでしょうけどね。でもぬこうさまちゃんなんか毎日漫画更新してますから、はい、あの、はい、枚数って意味では結構やばそうですよね。
あ、そうですね。もう、なんか1ヶ月。今年はもう、はい、多分1000枚ぐらい。1000枚あ、でもそうだよね。だってなんか、1ヶ月に、はい。だいたいだって、その、1回の投稿に4枚ぐらい投稿してるから、それかける30で1ヶ月120枚ですもんね、だいたい。そうですね。で、それ以外にも仕事で書いたりとか、あの、まあ、ネームだけのものもあるんですけど、うん。それ入れると多分、もう今年はおそらく今も1000。1000枚ってやばい。いや、わかんない。1000、いや、800ぐらいかな。はいはいはい。すいません。なりました。そっかそっか。すいません。いや、あんま変わんない。あんま変わんないんじゃないですか。なんかちょっと安心したみたいな感じになったけど、全然違う。全然やばいですよね。800枚。頑張りました。一応アシスタントはいらっしゃるんですよね。そうですね。あの、ただ、普段の絵日記は基本僕自分で書いてて、あの、カラーの時だけですね。カラーの時だけアシスタントさんを、はいはい、あの、お願いしたり。まあ、あと、春先はあの、ゴーストライターさんにお願いしたりとかしてましたね。あ、やってましたね。いろいろやってますもんね。そうです。あれ楽でした。あの、ネームも書いてないですからね、あれは。うん。いやいや、でもなんか、あれはあれで面白かったですよね。うん。うん。はい、企画としてもちょっと僕も楽しめたんで、あとちょうど炎上してる時だったんで、まあいいなと思って。まあなんかそんな、ちょっと炎上のことは後でちょっと聞こうと思いますが。そんな。すいません。何の炎上だったんだろう。なんかそんな、あの、ルコーさんちゃんもよろしくお願いします。心当たり多くて分かんないね。はい。たくさんあるね。たくさんありますよね。はい。はい。でですね、今日は、クリエイターの一日っていうことなので、僕のあの過去動画の中でね、まだあの 再放送していない、あのちょっと伝説の動画がありまして、これなんで伝説かっていうと、あの全然再生数伸びなくて伝説になったっていうやつなんですけど。あー、なんかあれかな、あの一日の。そう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 。ルーティーン、あ、結構好きでしたけど、いやで、なんかパンとか食べてるやつですよね。全然伸びなかったから、あ、もうみんな見たくないんだなって思って、はい、なんかもう消したいなっていう気分になってたんだけど、なんかね、やたら、あれを早くアップしてくれっていう声が結構多いんですよ。なんかあの、パン食ってる姿を見せてくれみたいな。な、多分リピーター多いんじゃないですか、あの。なんか静かだから作業用 BGM とかしてる人いるかも。あと、なんかやたら、あの、僕がテンション低いんですよ。あ、そうですね、確かに。寝起きから撮ってるんで。動画と違うから。うん。そう。だから、その、その伝説の動画をね、見つつ、あの、お二人の一日のタイムスケジュール。はい、とかあとご飯のね画像もいただいておりますので、それをね、はい、あの皆さんで比較しながら、あのクリエイターの一日をこう見ていこうじゃないかっていう企画になっております。はいはい、じゃあちょっと動画を、あ、そうだそうだ、2人に共有しなきゃいけないんですよね。画面共有するの忘れてた。あ、そうか、そう、ね、共有しますね。すいません、もたもたして。いいえ、画面共有すると、リアルタイムで見れるんですね。そうですね。ちょっと10秒くらい、やっぱ遅れちゃうんで、YouTube だと。うん、これだな。はい。今、はい、Discord で、共有しました。配信を見る。あ、見れました。見ました。これ僕のあの、顔のアップから入るのでね。はい。いや、もうあれっすよね。最初コーヒー飲むやつっすね。はい、皆さんには今ちょっと見えたと思います。いや、気まずいんだよな。ちょっと どんな動画だったのか、ちょっと自分でも忘れてるんですけども、ちょっと早速。あ、そうですか。俺結構覚えてるかも。なんか、コーヒーやたら飲むときテンション低いなってのを覚えてる。一旦ね。これ多分初見です。あ、そうなんですか。へ、はい、まあ、そうか、全部見てるわけじゃないですもんね。はい、じゃあ、再生します。テンション低い。いや絶対早いこれ。
これやってるふりめっちゃ好きなんですけど。多分やってるふり。やってるふりとか言うな。あ、音ない？音ない？あ、ごめんね。あ、どうですか？あ、配信の方に音鳴ってなかった。配信めっちゃ聞こえてたから、全然問題なかった。ちょっと待ってね。しかもこれあれなんですね。確か、画面左右反転してるから、左利きみたいに見えるんだって、確か。そう思って言ってた気がするな。ちょっと皆さん、これ、あと、これ聞こえます。コーヒーを飲むこと結構あるんですが。もう、左手ですね。最初から。おはようございます。斉藤直樹です。最初から。今日はイラストレーターのルーティーンということで、これ聞こえてるよね、僕の一日を撮っていきたいと思います。今、朝の夏なので、聞こえたって書いてます。夏なので、めちゃくちゃ寒いです。いつもと違う感じにしたくて、外で撮ってみてるんですが、さすがに寒すぎるので、中に行きたいと思います。毎日エコーになりました。2人が、同時に話すと考える作業は朝の方がかかっちゃうから、4時ぐらいに起きて作業することが結構ありますね。主にイラストのラフだったり、文章を考えたり、何かの企画の構想を練ったりする作業は僕は朝の方が向いているので、起きたらすぐに取り掛かります。あと飲み物はコーヒーを飲むことも結構あるんですが、ちょっとトイレが近くなっちゃうんで、なるべく茶湯を飲むようにしてますね。茶湯、ただのお湯のことですね。トイレが近くなっちゃう。え、聞こえてましたよね。ん？聞いた。あ、止まった。あ、止めました。なんかお二人って作業中なんか飲んだりとかするんですか？はい、あ、僕からですか？コーヒー飲みます。はい、あ、僕もコーヒーとか水。コーヒーなんですね。はい。うん、あ、ブラックコーヒー。あ、よかったよかった。やっぱブラックですよね。ブラックですね。うん。なんか言い溜めたりとかしません？いや、しそうにないな、この二人は。うん、胃が強そうだから。もう慣れましたね、本当に。確かに。え、うん、飲んでると胃が強くなってくるみたいな。はい、いや、負担関係ないと思うんだけど。関係ない。あれなんでしょうね。昔なんか確かにコーヒー飲みすぎると、ちょっと気持ち悪くなるのありましたけど、うん、今あんまりないですね。慣れ？コーヒーは慣れなんですね。慣れか。まあ、あと、ちょっと疲れたなって時は、微糖とかを、はいはい、カフェオレか微糖をちょっとコンビニに買いに行ってってやってます。うん、なんか基本的に甘いものとか食べる時は用意してなくて、うん、なんだその、わざわざ買いに行かないと飲めないようにしてますね、自分は。ちょっと。めんどくさくすると買いに行かなか、結構ガブガブ飲まないんで、うん、一個ずつ買うようにしてます。そう、なんか僕も多分なんかこの頃は疲れてたのかもしれないんですけど、最近は割とコーヒーに戻りましたね。なんでなんか最近とちょっとなんか違う生活パターンだったりもするんですよね。うん、はい、じゃあちょっと続きまた行きます。ちょっと集中できなかったりするので、ある時点でコーヒーの量を減らすようにしました。作業が一旦落ち着きました。帽子かぶってないと誰だか分からない。今朝の6時半ですね。家族がそろそろ起き始める時間です。今ちょっと娘が起き始めて、騒いでる声とか、あとはドタバタ走り回る音が聞こえてます。僕はここから二度寝します。じゃあおやすみなさい。タイミングで2度目。はい、2度目の朝です。おはようございます。今朝ごはんを食べるところです。朝ごはんの内容はこんな感じ。まあ、ちょっとリビング散らかってるんで僕の書斎で撮ってます。内容はヨーグルトとフレークと、あとバナナといちご、あとお茶ですね。今から食べようと思います。じゃあいただきます。まあ、朝はだいたいこんな感じですね。最近こだわりは特にないんですが、着てない。ヨーグルトは毎日食べてます。最近ずっと T シャツ。あと僕は脂質をうまく代謝できない体質って、結構普通の人よりも太りやすいので、なんかそれに効くっぽいお茶を飲んでます。効果はちょっと分かりません。はい、全部食べ終わりました。ごちそうさまでした。ちょっと止まる。日本人っぽくないっすよね。ちょっとなんか微妙なところで止めちゃったな。なんかヨーロッパって感じしますね。あ、スイスって書いてありますけど。あ、確かに、うん。ちょっと。でね、ここでね、お二人の朝ごはん画像もいただいてるので紹介しますね。ぬこうさまちゃんから。
猫様ちゃん、ね、あ、僕でもあれ朝じゃないですよ、あれこれ僕は朝あれなんですよ、食べないんですよ、あ、食べないんだ、あ、だからあのご飯画像なかったんですね。猫様ちゃんの朝ご飯画像はこの4時45分に猫の重みにより起床っていう、これ吸ってるんですね猫の香りで起きるっていう、はい、さすが猫様、もうね、やっぱ今ちょうど肌寒くなってきたんで猫がちょうど僕の上に乗ってるんですよ。かわいい、はい、2匹いる。でも2匹は重そうですよね。いや、さすがに重たいですね。まあ、特に右側が、まあ、ほぼ 6.5 ぐらい。これでかいですよね、かなり。でかいんです。めちゃくちゃでかくて、うん、で、なんていうんですかね、うんちがそもそもでかいんですよ、この子。うんちが。なんか人間と同じサイズのうんちするんですよ、この子。6キロって言うと、どんくらいだ、子供で言うと、何歳、1歳、まあ、1歳ぐらいか。うん、1歳弱ぐらいですかね、うん、そっか、だからこの左側の猫が小さいわけじゃなくて、はい、右側がでかいんですよ。左はちっちゃい方ではありますけど、でも言って3キロちょっとなんで、うん、まあ少し小さいぐらいですね、はいはい、いやー、なんか羨ましいな。僕も最近犬を飼い始めまして。あ、そうだ、ワンちゃん、はい、おやつなんです。ワンちゃんもいいですよね。あ、でもなんか別で寝てるから重みでは起きないんですけど、なんか結構クーンクーンって言い始めるからさ、朝になると。それでちょっとかまいながら散歩してます、僕は。ああ、かわいい。ちょっとね、なんか雨に濡れてるんで、ちょっとなんかしなしなって思ってますけど。なんか湿ってるなと思ったらそういうことだったんですね。そうそうそう。すごいね、結構濡れてるんですよ。かわいい。よいしょ。じゃあ、イクシーさんの朝ごはん。イクシーさんの朝ごはんは、これかな、これ朝ですよね。ちょっと待ってください、画面が。このハンバーグのやつ。多分そうですね。これ、卵4個って。卵4個ってすごくないですか、朝から。いや、でも、4から6って感じですね。4から6? 、はい、うずらの卵じゃないんですよ。普通の卵ですね。え、そうなん、え、なんか痛風とかになんないですか、はい、卵そんな。全然なんないっすよ。いや、僕も卵好きですけどね。僕ゆで卵、いや、僕料理めんどくさいんで、うん、なんか3日に1回ゆで卵とかブロッコリーゆでるのをバッてやっちゃって、うんうん、なんか下のやつはこれ豆腐ハンバーグですね、ほぼ豆腐ですこれ。ね、だからなんかアスリートですね。はい。うん。なんか本当に、もう、なんかボディービルダーかなっていうぐらいの食事してますよね。あと、これちょっと映ってないんですけど、あとカットサラダみたいのをいっぱい買ってて、それ食べたりしてます。はいはい、食べちゃった後で、あ、しまったと思ったんですけど、うん、まあいいやと思って。で、皆さんちょっとね、お気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、イクシーさんね、食べながら運動してるらしいんですよ。あ、でもこれ夜だけですよ、食べながら運動してる。あ、朝と昼はさすがに普通に食べてます。そうなんだ、朝に紹介しちゃった、はい、全然いいですけど。この表情、これは夜ですよね。この表情を見てください。なんか、いや、普通にだって写真欲しいって言われたから撮ったんですけど、なんで俺のおやつ欲しいなと思ったけど。いや、やっぱり食べてる姿いいじゃないですか、欲しいじゃないですか。一応これ運動するときは着替えて運動してますね、これ。うんうんうん、上と下は。ちゃんと、これ似たようなやつが3着くらい今あって、もう。え、じゃあなんか汗かいてもいいようにみたいな、そういう感じなんですか、ね、この後お風呂入ってますね、大体。はいはい、はい。やっぱり。うん、あ、じゃあ毎日運動して、はい、軽めの食事して、そっから。毎日はね、週4くらいですね、ちょっと。あんまり毎日やってると、筋肉痛とかになったりしたら、結構しんどい。ね、なんかそれで言うと、うん、猫様ちゃん毎日ガチで、いや、すごいですよね、ブイフトしてますからね、うん、だからその姿もちょっと見てみたくはあるけど、はい、いつか見に来てください。いや、てか僕朝ごはんさっきの育成先生の見て思ったんですけど、何もつけてないんですか、うん、あれもしかして。あ、僕何もかけないんで、基本的に調味料全般的に苦手なんで、全くつけないっすね。え、でもブロッコリーそしたらきつくないですか。塩すらない、
あ、塩もかけてないですね、結局。あの、ミチマスは美味しかったんですけど、結局、うん、あの、他のに使ったりとか、たまにサラダにかけたりとか。ブロッコリーこれ、そのままです。茹でたまんま、そのまま食べてます。そうなんだ。はい。ブロッコリー、なんかブロッコリーこそ、なんかつけたくなりますよね。あ、慣れたら結構いけます。本当コーヒーも慣れだし、ブロッコリーも慣れなんですね。慣れです。はい。すいませんでした。あ、全然。大丈夫です。なんで、なんで謝られたんですか。なんで、何のタイミングで謝ったんですか。わかんないです。いや、なんか甘かった。ブロッコリーに対してちょっと甘かった。これ豆腐ハンバーグが豆腐の時もあって、豆腐の時も豆腐何もつけずに食べてます。うん、豆腐何もなし。豆腐ハンバーグだって、だから3日に1回、その豆腐と、なんか、リュウジのバズレシピで、今結構話題になってますけど、リュウジさん。リュウジさん。あの、バズレシピにあった豆腐ハンバーグの作り方で作ってて、だいたい、なんか、かなりの数作って冷凍して、入れっぱなしにして、なんか、解凍して食ってて、なくなってたら、まあ、豆腐でいいやとか、あと納豆だけとか、あの、全く、なんだろ、あれも、なんて言ったらいいんだ。何からしとか全部つけずにご飯もなしで納豆だけ食べちゃいます、ね。なんかこの食事してたら絶対ね痩せそうですよね、みるみる間に。痩せないとやばいなと思った時期あったんで痩せましたね、うんうん、これ。うん、ええー。完全にボディービルダーが食べてる食事ですよ、ね。そう、本当に。試合、コメントに、試合前でしょ、これ。はい。はい。はい、じゃあ、ちょっと続き見ていきましょうか。いや、面白いな。美味しかったです。この日は YouTube 動画のための原稿作りをしました。朝起きたらすぐに何かの作業をして、二度寝してもう一度起きたらまた何か考える系の作業をする。というのは高校生の頃から頻繁にやっていた習慣なんですが、この思考の生理学という本でも二度目の朝を作るという習慣が良いことが科学的に実証されていると紹介されていて、それを読んでからは割と意識的にそうするようにしています。テンション低いな。作業している時はずっと椅子に座って黙々と作業するので、結構太ももの裏あたりがだるくなってきちゃうんですよね。なのでこうやってたまに立って、まあ、変な動きしたりしてますね。作業が一段落ついたのでスポーツジムに向かってます。ここは近所の公園ですね。すごいいい天気です。こんな感じです。これ撮るの結構恥ずかしかったんですね。めっちゃ広い。走り回りたくなりますね。スポーツジムには11年間ぐらい通ってます。やっぱ健康づくり大事ですからね。なお散歩、一人でトレーニングするの結構苦手なんで、スタジオプログラムによく出てます。あのみんなで音楽に合わせてボクシングとかするあれですね。最初は結構恥ずかしかったんですけど、慣れるとすごい楽しいです。何を笑ったの。いや全然楽しかったのに楽しいです。確かに面白かった。いや、まあ、慣れてないんですもん。いや、なんかね、人がいたんですよ、前に。はいはい、人がいて、なんかその、撮らなきゃいけないけど、なんか恥ずかしいな、みたいな面持ちで、あの、一生懸命と。はい、しょうがないですね、それはね。しょうがないですよ。しょうがない。はい、しょうがない。これ、あと、なんか、こっから昼飯タイムなんですよね。ちょっと昼飯タイムまで見て皆さんのあの昼飯をちょっとこうご紹介しようと思うんで。ああ、なるほど、こういう流れなんだ、はい、いいですね。ジムから帰ってきました。天気がいいのでちょっとこれから外で遅めの昼ご飯を取ろうと思います。近所におすすめのパン屋さんがあるのでそこのパンです。今買ってきました。場所は、さっきと同じ公園ですね。今から食べたいと思います。中身はこんな感じです。サーモンが入ってるパンと、あとベーコンが入ってる硬いパンですね。めっちゃ美味しそうです。もともとあんまりパン好きじゃないんですけど、俺めっちゃ好きなんだ。ここのお店のパンは10年以上通ってますね。そうそうそう。ベーコンも食べます。無言で食うのは
っと恥ずかしくなってきた。いや、美味しいくらい言えばいいのになとか。確かに。言ってると思うよ。あ、言ってましたっけ？これめちゃくちゃうまいです。ほら。絶対うまそうじゃないじゃないですか。言ってたけど、記憶と違ったけど。まあ、ちなみに好きなパンの種類は、ね、なんかこういう長くて硬いパンが好きです。結構なんかもそもそして美味しくないですか？あと割と炭酸水飲みますね。まあ、今日ちょっと炭酸水買ってくるの忘れてしまったんですけど、水分補給はだいたいお湯か炭酸水なので、家に段ボールでまとめ買いしちゃってますね。今も飲んでますね。水がないときついですね、これ。はい。なんかちょっと変な汗かくな、これ。なんか自分が食べてる姿ちょっとした周知プレイみたいになってますね。そうそうそう、いやなんかここまでとは思わなかったんですけど、ちょっと忘れてたんですけど、ね、はい、いや思ったより無って感じですよね。いやもう全然喋んないでもぐ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 してるから、うん、はい、いや、まあ、でもなんかあんまり喋んないからずっと喋られるよりもあの作業 BGM としては良かったりするのかな。それ向きなんですかね多分。うん、なんかどういう目的で何回もリピートしてんのか分かんないですけど、じゃあちょっとお二人の昼ご飯見ていきましょうか、うん、これね、ぬこうさまちゃんの昼ご飯すごいんだよな。いや、びっくりしましたよね、あれ、はい、まずね、これこれめっちゃ美味しそうですよね。ラーメンですよね。ラーメン、うん、え、これ近所にあるんですか、はい、これはね、近所じゃないんですけど、必ずあの、うん、僕あのちょっと肌寒くなった時に毎年行ってるラーメン屋さんで、はいはい、うん、あの埼玉にある四つ葉さんっていうすごい有名なラーメン屋さんなんですよ、うん、ここがねまたねうまいんですよ。あの梅のチャーシューこれめっちゃ美味しそう。そうなんです、薄切りのレアチャーシューで、うん、でまあチャーシューもうまいんですけど、ここはねほんとスープがめちゃくちゃうまいんですよ。なんかまあ昔ながらの中華そばってあるじゃないですか、あれの一段階先に行った世界なんですよ。予想つかないな、それ。本当に、ね、食べたら分かるんですよ。近所に醤油蔵があるんですけど、その醤油蔵さんで、その専用の醤油を作ってもらって、うんうん、で、なんかその、毎回、なんか魚介系の出汁を多めに取ってるんですよね。だから、脂っこいんですけど、めちゃくちゃ飲みやすくて、飲みやすくてって言い方おかしいですけど。でもなんか見た目からしてね、すごいなんか上品な感じしますよね。いや、うまそう、これ。そうなんです。これはおすすめで、埼玉で1、2を争うぐらい人気店ですね。ちょっとなんか、唾がめちゃめちゃ出てきちゃう。うん、俺もめっちゃ腹減ってきた。でもね、なんか、猫様、これだけじゃなくて、これセットなんですか？この、マグロ丼。マグロの、はい、漬け丼ですね。あの、ここのお店が、四つ葉さんっていうとこが、ちょっと変わったお店で、もともとその、店主さんのお父様が、寿司屋さんをされてたんですよ。はい。で、その関係で、まあ、魚介系がいっぱい手に入るんですけど、それと同時に、その、お父様が、その、お寿司を提供してくれる、ちょっと珍しいラーメン屋さんなんですね。和歌山スタイルかな。なので、あの、ここのね、漬けマグロうまいんですよ。色からしてめっちゃうまそうですもんね、はい、これめちゃくちゃうまいんですよ、うん、だからここ行ったら必ずラーメンとお寿司たと思うんですけど、うん、今日はまあその日は漬け丼にしました。いやいいな、はい、今めちゃめちゃ腹減ってきた、でしたね、うん、いや俺あん、ま、調味料はあんま好きじゃないですけど、うん、こういうなんだろう漬けマグロとかのなんかシールが垂れたご飯とかめっちゃ好物で、はいはいはい、すごい好きなんですよね。なんかそのうまいですよ。これはだからあんましょっぱくないんですよ。本当にほんのり醤油が香るぐらいの漬けなんで。いいなぁ。はい。美味しいですよ。もうそう。で、これで終わりかなと思ったら、デザートに、これまだ、まだ昼ですからね。まだ昼だけど。あ、まだ昼です。いや、おかしいんだよな。本気食いじゃん。はい。あの、デザートに、あの、ここの、さっき言った、まあ、醤油蔵の話したと思うんですけど、はいはいはい、醤油蔵で食べれるスイーツがあるんですよ。これがまた、うまいんですよ。全部。スイーツにかける。あ、これ醤油なんですね。はい、全部ね、醤油スイーツなんですよ。すべて。すげえ。はい。だから一番右上のが、まあ、焼き団子なんですけど、はい、その、醤油団子で、団子を少し揚げてるんですよね。うんうんうん。うんうんうん、で、揚げ
って、で、醤油につけて提供されてるお餅、あの、お餅じゃなくて団子なんですけど、それがね、ほんと食感がすっごい、なんか、唯一無二感がすごい美味しいんですよ。うん、で、右下のが、あの、ロールケーキなんですけど、これも醤油ロールケーキで、はいはい、あの真ん中にあの、醤油のなんかボトルみたいなのあるじゃないですか。はいはいはい。はい、これがね、スイーツ専用醤油なんですよ。はいはいはい。はい。で、それをかけて食べるんですけど、まあ、いわゆるちょっとみたらしのちょっと甘さを控えめなやつみたいな、そんな味するんですよ。確かに確かに。合いそう。それがまた、うまい。うまいんですよ、これも。で、真ん中のがバームクーヘンで、うん、ここあの、醤油バームクーヘンっていうのをあの、何ですか、手作りで作ってて、はい、でこれもあの、真ん中の醤油のソースで食べるんですよ。あ、チョコじゃないんだ、これ。すごいな。そうなんです、チョコじゃないんですよ。なんか生クリームと左のが醤油のソフトケーキです。ソフト。どういうソフトケーキですか？ソフトクリーム、すいません。白いやつですよね。あ、ソフトクリームか、これ。すげえ。あ、じゃあなんか見たらしいソフトクリームみたいな感じにできるっていう。あ、もういや、これはソフトクリームに醤油が入ってるんですよ、もうすでに。え？そうなん？白いけど。はい。うん。あの、白いんですけども、これハーフで、ちょっとちょうど白い面しか今見えてないんですけども、うんうん、裏側がもう抹茶色なんです。あ、へー。あ、ちょっとほんのり見えてますね。あ、そうですね。少しだけ多分見えてると思うんですけど。はいはい、へー。美味しそう。これがね、いや僕なんか塩系のスイーツめちゃくちゃ好きで、うん。うんうん、で、ここの、その醤油スイーツ好きなんで、あの、定期的に食べに行ってますね。これ定期的に食べてたらもうブクブクになりそうだけど、すごいな。はい。でもここはおすすめなんで、あの、埼玉にあるんですけど、はい。ここはあの、金笛醤油パークっていう。うんうん。ちょっと検索して。はい。行きます。検索すると多分出てくるんで、ぜひぜひ。後で調べてみよう。はい。さっきのラーメン屋さんも歩いてすぐのとこにあるんで、うんうん、ここから。ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いします。なんかもう、見てる人全員行きたくなったんじゃないかっていうぐらい。じゃあ次、あの、イクシーさんのお昼ご飯見ていきましょうか。何送ったか忘れちゃった。どうなんだっけ。昼は。イクシーさんはね、これ。夜は覚えてんだけど。さっきよりも結構あれですよ、簡素。あの、一本満足バーと。あ、昼はね、結構適当だったんですよ、ね。ロコケアと、あと、蜂蜜黒酢ダイエット。これめちゃくちゃ変わりますね。R1 の時にあったりとか、うん、あの、ほんと、なんか、なんだろう、あの、サラダチキンとかだったりしますね。あの、そのままパッケージ開けてかぶりついたりとか。はいはいはい。まあ、あとなんかその、黒酢のところがなんか違うやつとかだったり、あの、うん、ザクロのジュースだっけ。ザクロ。なんか飲み物2つなんですね。そうですね。僕もあの、この左の黒酢よく飲みます。美味しいですよね。これ美味しいんですよ。なんか、前ちょっと伊藤園だったかどっかのが、なんか、めちゃめちゃ効果ありそうだったけど、めちゃくちゃまずくて、今これに落ち着きましたね。これか。うまいっす。これかあとなんだっけな。もう一個あるんですけど、黒いやつ、黒酢ドリンクってやつで、丸菱食品ってやつの黒酢、どっちかですね。これ、こっちの、玉のイカ。これで足りるのって言われてます。はい？これで足りるのって言われてます。あ、だから足りなかったら、あの、また一本マズグバのプロテインバーたまにかじりついたりとか、はいはいはい、あとなんかちょっとさっき言ったサラダチキン2個にしたりとかしてますね。うん。まあ足り、それはもう卵食べたりとか。卵何個食べるんですか？いや、一番だから、タンパク質が食品で取りやすいんで、取ってるって感じです、うんうん。卵美味しいですけどね。僕もなんか結構卵食べたくなりますけど。うん、ね、ザクロは伊藤園のやつかな、これ。あ、違うかな。ザクロジュースみたいなのがあるんですけど、これ。うんうん、あ、違うわ。どれかわかんない。ちょっとでもなんか酸っぱいのが欲しくなるんですね。あ、そうですね、ちょっと。うん、あ、でも酸っぱくないですよ、最近の。なんか全然美味しいんですけど。あとあれですよね、イクシーさん、このサプリをよく取られてるらしくて。あ、そうそう、これは1日1回とかなんですけど、亜鉛と、マルチビタミンとハイシーセンっていうの、これもビタミン系ですよね。これビタミン C ですね。なんかマルチビタミンにも入ってるんですけど、なんか
ビタミン C は結構取りづらいらしいんで、うん、それぞれ何を目的としてやってるんですか？亜鉛はまあ、なんだろう。まあ、ちょっと亜鉛はなんか、ちょっと薄毛ではないんですけど、やっぱ髪切りしてて、亜鉛と、はいはい、僕も取らなきゃいけないやつですね。あと、マルチビタミンはちょっと野菜でちょっと取りきれない部分とか、はいはい、飲んだりとか、あと、まあ、歯医師はさっき説明しちゃったんですけど、うんうん、あとこれにと違って、あとエビオスも飲んでますね。はいはいはい。食後にすごい、いや結構なんかあれですね、なんだろう、栄養素を取ってるっていう感じですよね。まあそうですね、うん、ちょっと僕食事はもうなんだろう、一生分楽しいんだなと思ったぐらい食べたなと思ってて、まあ、あとは健康維持のために食べようかなと思って、まあ、これ完全になんかバキとかの影響なんですけど、はいはい、なんか体に栄養素を取り入れるっていうイメージで今年は食い始めたらめちゃくちゃ体なんか調子よくなったんで、だから食べてる時になんか例えばサラダチキン食べてる時とか卵食べてる時はもう筋肉に行き渡ってるってイメージとかで食べてます。そうするとすごい調子よくなってくる。いやイメージの力は結構重要視してて最近は、はいはい、割とマジで効果あると思ってるんですよ。その例えばますよね、うん、いや本当にバキとかでも言ってるんですけど、筋トレするときイメージ、自分の体イメージしてやるのと、うん、そうでないとやっぱり差つくのと一緒で、食事もあるかなと思ってやってたんですけど、うんうんうん、結構思い込みの力って強いなと最近は感じてますね。今年はだいぶ調子いいですもんね、体が。これででもなんか食事を楽しむっていうよりかは、食事自体を楽しむっていうよりかはもう食事栄養素を取ることによってのなんか体作りをすごい楽しんでるみたいな感じなんですね、うん、あそうですね、完全にそっち行っちゃいましたね、僕は。だから楽しみたい時はだからもうケンタッキーとかマクドナルド行って、うん、アホみたいに買ってアホみたいに食うっていうのはだいたい月に 2,3 回やってますけど、はいはい、それぐらいですね。あとは全部こんな感じ。すごいなんか対照的で面白いな、猫様ちゃん。もう多分耐えられないかもしれない。でもなんか僕も太る前は本当にこれこのぬこう様ちゃんみたいにガーって食ってて太ってましたね、うん、そうだったんですね。いやなんかね、ぬこう様ちゃんのなんていうの、食事の楽しみ方エリートっぷりがすごくて、ちょっと後で紹介するんですけど、うん、もうえぐいんですよ。えぐい称号を持ってるんでちょっと楽しみにしててください。はい、でもその話しましたね。はい、ちなみに僕のね、昼飯はこんな感じです。これあそこなんだっけ、ファミレスのサラダです。これがめっちゃいいな。これね、あ、ロイホのサラダです。あ、ロイホのサラダめちゃめちゃ美味しいですよ。やっぱ金持ちですから、それは。いや、でもそんなに高くないですよ。ロイホのサラダ。あ、そうですか、うん。サラダだけですからね、食べるの。1280円ぐらいすみますよね、これ多分。うん。でも、ね、美味しいですから。美味しいですから。いや、めっちゃ。値段言わないでください。昼飯で1600円か。あ、1280円か。うん、すげえな。でも美味しいですから。エビも入ってます、ね。美味しいんですよね、確かにね。うん。うん、あとね、はい、なんかこれじゃなくて、ケールサラダがあるんですけど、ケールサラダも結構美味しくて、ロイホはね、すごいサラダがおすすめなので。いや、うまそう。はい、食べてみてください。はい、じゃあ次行きましょうか。なんかこれ、再生するのも恥ずかしいし。え？いや、いや、突っ込みやめていきましょう。いや、突っ込んでください。いきますね。ないとないで寂しいですもんね。ないとないで寂しいから、ちょっと、恥ずかしさを楽しんでいこうと思うんで。いきます。クリエイターに人気の動画なんで。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、部屋に帰ってきました。これからまた作業していきたいと思います。運動の程よい疲れと、あと、パンでね、ちょっとお腹が膨れちゃったので、正直眠たいんですけども、ここで寝ちゃうと結構寝ちゃいそうなので、気を引き締めて、作業していきたいと思います。午後はあんまり頭が働かないので考えないで良い作業をします。いやー、正直
眠たいです。眠すぎます。というかあんまり忙しくない場合はお昼寝しちゃう場合もあるぐらい、そのくらい眠いです。作業の解説に戻ると、頭をあんまり使わなくていい作業、出来上がったラフを最後まで完成まで持っていく作業ですね。まあ頭を使わないことはないとは思うんですが、考えるというよりかはある程度今までの経験からのノウハウでなんとかなっちゃう作業ってとこでしょうか。こんな感じでひたすら手を動かします。割とこの時間は横のモニターに映像を流しながら作業してますね。 YouTube とかあとは録画したテレビを見ることが多いです。これね、後で言うんですけど、はい、これから夕ご飯です。夕ご飯の内容は野菜と鶏肉のスープと、あとサラダとノンアルコールビールです。いやめっちゃ美味しそうです。ちょっとリビング散らかってるんで、自分の書斎で食べている風景を撮ることにしました。普段は家族とリビングで食べてます。あと黙々と食べますねサラダは箸で食べた方がいいんじゃないか、うん、美味しいです。美味しい美味しい。なんか確かに、なんだろう、これここにこう生放送感あります、ね、ありますね。なんかそうそう、多分それだそれだ、なんか見覚えあるなと思ったんですけどねえ、そうだ、なんかあ、ニコ生感か。うん、そうそう、はい、確かに確かに飯テロって言ってくれてるけど、ちょっとこれは別にあんまり飯テロにはなってない、シストですよね、なってない自信はありますね。うん、うん、はい、じゃあ猫様ちゃんの夕飯を紹介しましょうか僕の夕飯ね、はい、はい、寿司寿司絶対絶対うまいやつですね。そうですね、これ昨日のやつですよね、確か。まあ、直近のやつですね。羨ましい、これ。はい。うめえ、絶対うめえ、これ。お寿司を食べました。ああ、今食べたい。食べたいっすね。うん。カニが美味しかったです。カニ。ほんとだ。はい。カニ、え、これ、なんか、カニがすごいあって。6貫あります、カニ。カニ6貫ありますね。あ、6貫あるんだ、これ、うん。はい。生のカニと、ボイルしたカニが3つずつあります。はい、ちなみに何が一番好きですか、ですね、寿司の中では。あ、でもやっぱ中トロですかね。中トロ、はい、あ、いいですね。中トロ、特にね、ここの銀の皿なんですけど、うんうんうん、銀の皿の中トロめちゃくちゃうまいんですよ、でかいんですよ、ネタが、うん、ここはもう中トロに嫌だと思って頼んでますそうね、猫様ちゃんなんかね、すごいね、銀の皿が一番うまいっていう、こう、あんまりスッと出てこないと思うんですけど、これ見てください、皆さん。これわかる？これ。あなたはスーパーゴッド会員。これ、これなんか、ね、やばいですよ、ね、何のことだか全然わかんなかったんですよ。これ皆さんご存知ですか？これなんかやばい条件があるんですよね。はい、いや、これマジでやばかった条件見たけど、出前館のスーパーゴッド会員なんですけど、え、一月に何オーダーぐらいしないとこれもらえないとかってあるんですよね。え、いくらでしたっけ、僕ちょっとその数字分かんないですけど、 60? 3ヶ月で60。あ、3ヶ月で60 3ヶ月で60 はい、え、だから気づいたら神になってました。神超えたのか、これは。だから2日に一遍は少なくとも頼んでないと、スーパーごとにはなれない。うん、はい、ね。なんか、なってたんですよ。これ、しかもなんか、来月もスーパーごとを目指そうって、軽く言ってるけど。そうなんですよね。そう、出前館からもずっと、なんか、ごとでいてくださいって言われるんで、まあ、今日も頼みました。今日は吉野家頼みました。いや、いいなぁ。すげえなぁ。はい、吉野家食べたいな。吉野家ね、今日ハヤシライスとカレーライス食べたんですけど、美味しかったです。うん、いや、めっちゃ食いたくなってきた。やばいね。なんかこれ自分でやっててなんですけど、すごいお腹空いてきますね、この配信。羨ましい。うん。ぜひぜひ。白米2ヶ月くらい食べてないか。
じゃあ明日はぜひ食べてください。え、そんなに？あ、そうですね。なんか、うん。結構ですね。外食するときとかは食べますけどってぐらい。うん、だって、イクシーさんの夕ご飯これですもん。うん、あ、ちょっと、それ、僕トイレ行ってきていいですか、一瞬。すいません。イクシーさんの夕飯紹介するところなのに、これこれこれ、見て。昼飯とそんな変わんないじゃん、これ。いや、本当に栄養を取るためって感じですね。そうそうそう。缶コーヒーと、これ、しかもね、ザバスのヨーグルトですね。あ、ちゃんとタンパク質入ってるやつ、うん。さっきもタンパク質結構積極的に取ってましたもんね。そうそうそう。で、たっぷりごちそうサラダ。何なんですか？たっぷりごちそうサラダです。サラダなんだ。全然たっぷりじゃないけどね。はい。全然、どう見てもたっぷりじゃないですよね。何がたっぷりなんだ？この右側の水の方がたっぷり感ありますけどね。確かに。全然たっぷり感ないですよね。いや、でもなんか、イクシーさん多分すごい努力してて、はい、なんか、1年前ぐらいは結構太ってたらしいんですよ。あ、そうなんですね。そう、で、なんかそっからめちゃくちゃ、ライザップとか通って、あ、すいません、今に座ってたんだけどな。ただ今。ねえ、イクシーさん。はい、ライザップ行ってた。はい。ライザップ行ってたんですよね。ライザップじゃなくて、あ、今も行ってるんですけど、パーソナルジムっす、普通の。あ、そうなんですね。あの、元ライザップの人がやってるってやつですね。うんうんうん、あのマンションの一室借りて、みたいなやつで。そこでなんか結構、その、食事制限っていうか指導みたいなの受けて。あ、受けてないです、受けてないです。あ、受けてないんですね。勝手にやってます、自分が。そうなんです。もっと食えって言われてますね。正直。じゃ食べてくださいよ。そうそう。いや、でもなんか、僕はあんまり、いや、なんだろうな、トレーナーの人もうめちゃくちゃムキムキマッチョマンなんですけど、はいはい、あそこまでやりたくないんですけど、なんか、いや、イクシーさんいけますよとか言って、めちゃくちゃ筋肉つけたことしてるんですけど、僕、細めが好きなんで、ちょっと、いや、あんまりって言ってたけど、いや、でも、胸板だけはちょっと熱くなっちゃってますね。そうなんだ。いや、なんかそこの人に勧められて、うん、こういう食事に落ち着いたのかなって。あ、違います、違います。いや、さすがに違います。あ、でも、あ、タンパク質は、うん、その人が言ってた量の3分の2くらいは取ってますね。だから、うんうんうん。うん、なんか、いや、120くらい取った方がいいって言われて、120って結構きつくねって思ってたんですけど、うん、80くらいなら取れるんで、80くらい取ってます。いや、もうなんか、数値を言われてもあんまりこうピンとこないんだけど、結構きついぞ100って。あの食品とか一回調べてみたら分かるんですけど、多分普通の人って多分20とか30いくかなってぐらいじゃ取ってないです。そうなんですね。うん、何も考えて食べてなかったら、うん、だから卵をあんだけ食べてやっと80ですからね、あのプロテインとか食べて。あ、じゃあ卵はあんだけ食べるべきなんですね。食べるべきです。正直。まあ、卵ってたくさん食べても体に悪くないらしいですね。あ、そうそう。なんか、昔は、はい、そう、コレステロールが上がっちゃうとか言って言われたんですけど、最近の研究では別に大丈夫っていう感じだから、食べれば食べるほど。痛風になりやすいっていうのは、あれは魚卵のことなんですか？あ、いや、多分嘘だと思います、多分。え、そうなんですか？だってなんかさ、プリン体をめちゃくちゃ取ると、痛風になるみたいな話あるじゃないですか。そうそうそう。だから運動してれば、筋肉が解決してくれると思うんで。そうなんですね。いや、だって、いや、大谷選手とかだって、12個とか一気に食べるらしいですか。12個？ゆで卵、確か。へえ。ちなみに卵は1個 5g なんで、はいはい、あの、4つで20ですね。だから6個で30ぐらい。うん。うん、だから結構。全然タンパク質取れないですね。そう考えたら120って結構きつい。なんか昔のアスリートが、まあ、今もやってるのかもしれないけど、うん、あのジューサーっていうかミキサーに卵をこうバーって割って飲むみたいなあるじゃないですか。はい、あ、はいはい。あのイメージですか？いやー、でもなんか僕ジューサーは、いや、これジューサー好きだとあんまり怒られるかもしれないですけど、良くないなと思ってて。まあまあ美味しくはないですよね、あれ絶対。いや、てか噛まなくなるのが良くないなと思ってるんですよ。うん、ああ、うん。結局消化とかは、なんか、いや、僕、噛むのとかも食事の一種だと思ってるんで、めちゃくちゃ意識してるんですけど、う
その噛むことによってそのエネルギーが自分に行き渡ってるなっていうのを感じてるから、あんまりジューサーでちょっと取り入れるのは良くないなって勝手になんかもう自己判断で、イメージのためですね。イメージのためにもうこれ噛んで俺に入ってるみたいな感じで食べてるから。でもなんかそれで言うとさ、なんかこの食事内容でなんかあんまりイメージが入ってこないんだけど。いやでもなんかいやまあ肉食べるときは食べますし、魚のときもあります。だから魚とかお刺身とか時もあります、普通に。そうなんすね。いやなんか僕結構ね、夜は割となんかなんだろうな、なんかストレス解消で食べてるところもあるから、うん、結構がっつり食べてて、なんか僕の夜はこんな感じです。これはなんか大根の下に、これは近所の店のやつなんですけど、あら美味しそう。上に大根があって、でなんかカレー風味で下に筋肉がドーンってある。あ、これカレーなんだ。そう、なんかカレー風味なんですよね。これ美味しかったんですよね。でメカブがあって、これなんだろう、これはかぼちゃの何か。でも美味しそうですこれ。これ美味しかったです。そう、うん、はい、いいな。夜はこんな外食多いんですね結構。なんかたまたまちょっと昨日は外食が多かったって感じですね。でもなんか夜って結構食べたくなっちゃうんですよね。まああんまり太るからやめた方がいいけど。はい、うん、そんな感じで健康的で。じゃあ次行きましょうか。ごちそうさまでした。はい、ご飯を食べたのでこれからちょっと子供と遊びたいと思います。え、今日はゲームを一緒にプレイしてますね。戦う、どれがいい？ポケモンやってますね。道連れ、道連れってどれ？あ、カウンターかな、カウンターにしてみたらめっちゃ真面目にこんな、マジでゲームじゃない。なんかすごいな、あんまり楽しそうじゃない。いや楽しいんですよ。これ楽しいです。答え値とか厳選してるんですか俺って二人で。そんな感じしちゃう。いや、マジでやってる感じですよ。そこまではやってないけど、めっちゃ真面目にやってるなと思って。え、普通じゃないですかでも。そんな中だって大笑いしながらやるゲームじゃないじゃないですか。まあ、あの友達やってる時なんかそっちじゃねえだろうみたいな盛り上がり方すんのかなと思ったら、あ、でもなんかこの頃娘がすごいなんか怖がりだったんですよ。ああ、はい、はい、怖がりでなんか戦ってるじゃないですか。戦ってんの怖いから、はい、なんかちょっと恐る恐るコマンドを選択してたみたいなところあるかも。ああそうなんだ。まあちっちゃいですか、ね、時期があったんだこれね。何歳だろうな、これ3、4歳ぐらいなんだと思うんですよね。まあそうか、はい、あ、もうそんな昔ですかこれ。そうで、YouTube 始めて1年目とかぐらいの動画だから、ああ、うん、だから4年前とかそのぐらいなんですよ。そうなんです、まだちっちゃかったんです。なるほど。本当だ。なんだこのおじさん。まだ娘がクラスを読めないので、僕がセリフを読み上げながら実況プレイする感じでやってます。一人でやるのもいいんですが、子供とゲームするのもなかなか楽しいもんですよ。ちょっと一息つく時間です。あー、嘘つきました。めっちゃ重いです。重い。足がしびれる。今ゲーム終わりました。子供をお風呂に入れる時間なので、ちょっと行ってきます。こんにちは、イラストレーターの斉藤直樹です。この日は YouTube 動画の撮影をしました。こんな感じでいつも撮影してますね。伝えたいことをきちんとまとめて分かりやすく、そしてなるべく簡潔に話すために原稿はちゃんと作ってます。絵を描いている人ならもちろん、何かを表現している人なら特にそういった悩みを若手芸人みたいな。ちなみに下積み時代みたいなのどうなってますこれなんかそう、確かに読み箱に
座って撮影してるんですよ。え、ゴミ箱？ゴミ箱。下積みですね。そう、だからね、なんか1時間ぐらいですごいあの、お尻が痺れてくるから早く撮らなきゃいけないっていう。これ原稿の量すごいですね、これ。やばいっすよね。原稿かなりあるんですよね。うん、なんか1年ぐらい経つと、もうこれの倍ぐらいになっちゃうんで、結構ね、すごい量あります。おぉ。あ、そうだそうだ。でね、ここでね、あの、僕の一日が大体終わったので、ちょっとお二人のあの、タイムスケジュールいただいてるんで、ちょっとそれを紹介したいんですけど、どっちからいこうかな。じゃあ、イクシーさんからちょっとまた。僕から。ありがとうございます。ちょっと解説をお願いします。解説ってことでもないですけど。あ、これ僕の。すごいな、これ。原稿量のインパクトすごいですけどね。今。1ページあたりの文字量がすごいですね、これ本当に。そうだからね、最近ずっと文字か、あの YouTube 始めてからずっと文字書いてるから、なんか文章が上手くなったような気がします。はい、実際石井大先生の1日やってますもんね。あ、これ、あちょっとめちゃくちゃ遊んじゃいましたけど、すごいなんか絵描いてるところがめちゃめちゃキラキラしてる。楽しさが滲み出て、余白が気になったので潰しました。いやでもなんかこれ見るともうめっちゃ絵描いてんなって感じですよね。寝るか絵描いてるかみたいな。あ、だから、いやでもこれ絵ってやってるのはちょっと自由聞かせてて、はい、うん、あの毎日こればっかりやってるわけじゃなくって、あの僕なんて言ったらいいんだろう、あのうまくいく人の条件で、うんうん、ある程度暇がないと無理って思ってて、うんうんうん、それは本とかで読んで思ったんですけど、うん、誰が言ってたかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ある程度余白がない人生を送ってると、ね、いざなんかやりたいって時にパッとできないから、うん、そのやりたいと思った時この絵を削ればできるんですよ。その、はいはいはい、だからあの、まあ、仕事の時もあるし、絵描いてる時なんか何もない時は絵描いとけばいいやって感じですよね、逆に。あ、じゃあこの絵って書いてあるのはなんか特に仕事に限らず、はい、仕事ないときは普通に自由に趣味を書いてるし、はい、そうですね、仕事のときは仕事絵だしみたいな。あ、基本的にだから今はそうですね、なんかちょっと同人ゲームでやらなきゃいけないこととか、あの山積みなんで別にやることないってわけじゃないんですけど、うん、そうですね、ちょっとまだあの締め切り余裕があるんで、その例えばそうゲームやりたいなと思ったときはこの絵とか全部ゲームになったりしますね。うん6月とかちょっと出たやつとかでハマった時は1週間くらいここはゲームになったりとかして、はいはい、なんだろうな、あのちょくちょくやるより俺とっとと終わらせた方がいいと思ってるタイプだから、うん、もう一気にやって一気に終わらせちゃいますねハマった時は。わかります、それゲーム、ね、一気に終わらせないともうずっと気になっちゃいますよね。あ、そう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 、そうなんで、もう全部頭の片隅に置かないようにしたいですよね、うん、そうです。この前 FF16 やった時そんな感じでした、うん、なんかブルーなんだっけ、あれブルーアーカイブ、ブルーアーカイブ、あ、アガベプロトコルっていうブループロトコル、ネットゲームみたいなのが出たんですけど、うん、もうめちゃくちゃハマって、あれは1週間くらいでもうカンストまで行って全部ダンジョン終わらせました。すごい良かったんだけどすごい集中、そうそう、あ、もう一気に終わらせちゃって、だからみんながまだ20とかの時で わきあいあいとしてる時に僕マックスの50まで行っててで、もうで、なんか、MMO とかって、あれなんですよね。早く進めると、もう、猛者しかいないから、めっちゃダンジョンクリアも楽なんですよね。うん、そう、だから、さっさと終わらせちゃった方が楽っていう。でもなんか、MMO とか、なんかコメントにも出てるけど、はい、あの、ティアキンとかもそうだけど、はい。なんか結構ずっと浸っていたい世界観だったりしないんですか？あ、でもなんか、どっかのタイミングで僕プツンって集中力切れちゃうんで、あ、そうなんだ、うん、なんかそこで切れた時タイミングでやめればもう OK。 あ、でも確かに僕もなんかティアキン結構なんかハマってずっとやってた時期があったんだけど、結局なんかクリアしてないんですよね、うん、ああ、まあでもずっとやるよりはいいかも、うん、してれないです。いや、だからブルプロットこれやってた時は寝てなかったかな、多分この今なんかだからこの時から指示のところ、まさにこの4時から削ってましたよね。削ってんだ。普通に。うん。だから3時間ぐらいしか寝てなくって、で、1週間ぐらいずっとバーってやって、もう全部終わらせて、はい、さよならって感じでした。
すごいな。なんか最終ログイン7月とかになってると思います多分。もうやってなくて、うん、その取り組み方がなんか できなくなってきてますね僕。あ、そうですか、うん、いやでも僕まだやっちゃいます、ね、じゃあ、うん、猫様ちゃんのやつ、はい、猫様ちゃんはまたね全然対照的なんですよ。なんか多分この全然違いますよね本当に、うん、僕の印象を、はい、仕事してねえなっていう感じの仕事なんかめちゃめちゃ仕事してるアウトプット多そうなのに、なんかえこれだけ しか仕事してないのっていう驚きそうですね、うん、あの割と僕だから朝まあ大体7時ぐらいに起きるんですよ。まあ、うん、昨日はたまたまちょっと早くて、まあ、猫が乗ってたんで5時前に起きましたけど、大体7時ぐらいに起きて、で、このダラダラするっていうところに、はい、僕最近ずっとやってるんですけど、シャドーバース、カードゲーム。ああ、はいはいはい。あれをやってて、負けるまでやり続けるみたいなのをやってるんですよ。うん、で、まあ、割とだから、なんですかね、こう、負けないデッキちゃんと組んでるんで、はいはい、まあ、大体まあ、3、4回ぐらいこう続いて、うん、で、終わったら、あの、意味もなく風呂に入ったりして切り替えですよね。はい。まあ、あと猫に餌あげたりとかもするんですけど、うんうん、で、まあ、だいたい2時間ぐらい、こう、本当に、もう、なんていうんですかね、何も考えずにやります。で、その後に、やっぱ午前中、先ほどね、おっしゃったように、やっぱこう、頭が一番働く時間帯なんで、うんうん、この時間帯に、まあ、企業案件と、あとその打ち合わせも、この時間帯に入れて、まあ、大体2時間半ぐらい、お仕事します。はい、打ち合わせやっぱ午前中がいいですよね。いや、そうですね。もし昼とかになっちゃうと、うん、それに合わせて動かないといけないから、縛られるじゃないですか。そうなんですよ。うん、はい、寄せたい。なので午前、絶対午前ですよね。そう、でもなんか、先方には申し訳ないな、みたいな。だってなんか、出社してすぐじゃないですか。そうですよね。そう、前日までにちゃんと用意していただかないといけないから、多分向こう大変ですよね。うん。なんかわがまま言っちゃってんなって思うんですけど、はい、午前中でお願いしますってなんか僕も言っちゃいます。はい。でもたまにやっぱこう、ちょっと夕方以降じゃないとっていうクライアントさんもたまにいらっしゃるじゃないですか。いらっしゃいます。で、そう、でもそれはもう本当基本断ってて、もう夕方、仮にもし、飲みに行きたくなったら、どうしようってなったら、はい、うん、その人のこと嫌いになっちゃうじゃないですか。わ かりますかこの気持ち。いや、うん。まあ、ギリギリ。道に行きたいみたいな。なんで、まあ、お互い嫌いにならないようにするためにも、うんうんうん、午前中に基本は入れてもらってます、ね。まあね、自分を通すのは大事ですよね。はい。うん、で、まあ、お昼前ぐらいに、大体、その、すべて、その、やらなきゃいけない仕事を終わらせて、うん、で、まあ、ご飯食べるんですけど、まあ、大体、忙しい時は、さっき言った出前館とか、ウーバーとかで頼んで、うんうん、で、忙しくない時は、外食に行ったりとか、しますね、うんうん。で、帰ってきたら、大体、その、血糖値がもう爆上がりしてるので、はいはい、もう、本当に、もう、寝よっていう感じで、スッと寝て。この昼休みの取り方がフランス人かなっていうぐらいの。確かに。なんか、これもヨーロッパっぽいなって思うね。はい。3時間だいたい3時ぐらいまで寝てます。はい、はい。いや、いいっすね。はい。で、まあ、その3時ぐらいに起きてからの、まあ、だいたい、その、なんていうんですかね。寝てる間にいろいろ連絡が来るんで、その連絡に対して、その、いろいろ、対応したりとか、はいはい、まあ、あと今、マネージャーさんとスタッフさんが、まあ、一人ずついるんですけども、その二人にいろいろちょっと、やってほしいことを頼んだりとかして、うん、で、だいたい16時から18時の間に、うん、絵日記を書いて投稿するみたいな。めちゃめちゃ早いですよね。うん、だって4枚この時間で書くわけですよね。そうですね。もう、でも、僕、ネーム書かないんですよ、基本的に。え？あ、え、そうなの？はい。やばくないですか？もうネーム書かないで、もうなんかその日、なんか書きたいなっていうネタを、はい、まあ仕事しながら、まあご飯食べながら寝ながらちょっと考えておいて。すごいなぁ。はい。で、だから16時になったらじゃあやるか、みたいな感じで、うん、まあ、
ざっくりと一応、セリフだけまず最初に置くんですけど、で、あとはもうそのまま直書きして、じゃあもうなんかもう端から書いていくみたいな感じで書いていくんですか？そうですね。まあ、あと僕、そもそも絵が、なんていうんですかね、もうまあ、ラフな感じでもういいかぐらいな感じで開き直ってるんで、うん、まあ、そもそも、ね、ネームもする必要ないっていうか、もうあれがネームに近いですよね、他の人。新妻エイジやんって言われて。確かに。いや、なんか僕、ぬこう様ちゃんに数年前に会ってなくてよかったです。え、なんでですか？え、なんか立ち直れなくなってそう？今なんかギリギリ受け止めてますけど、はい、いやネーム書きませんねとかも、今何人の漫画家を敵に回したか分かってますか？いやでもこれって僕そもそもこれちょっと言うと、ま、ちょっと溶け立つかもしれないですけども、はいはい、アナログからデジタルにもう皆さんこう移行されたじゃないですか、うんうん、だからアナログ時代の慣習を疑わないとダメなんですよ、そもそも皆さん。うんうんうん。アナログは、まあネームとか、その下書きとかちゃんとしないと、まあ要はアナログってその消しゴムかけられる回数とか、その失敗が はいはい、できる回数って限られてるじゃないですか。うん。だからやっぱ準備必要だと思うんですけども、うん。うん、デジタルは、そんなことないじゃないですか。あ、そっかそっか。はい。うん、なので、そもそも下書きする必要なく、もうその、まあ、なんとなく頭の中にイメージがあれば、そのままざっくり書いてしまえば、うん、はいはい、最初雑な線ですけども、消しゴムかけながらどん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 綺麗な線に直していけば全然問題ないですし、うそうか。はい。だから、そうだ、やり方疑わないとダメなんですよ。うん、だ全然みんな疑わないから。わざわざ工程分ける必要ないじゃんってことですよね。もう最初に下書きっていうか、下書き含めたネームかい、ネームみたいなやつを書いて、はい、丁寧にするところは丁寧にすればいいじゃんみたいな。確かにそうなの。はい。なので、そうすると、もう、いきなり、まあ、2時間ぐらいで4ページぐらいの漫画は、うん、まあ、なんとかできるかなっていう。すごいなですって、皆さん。はい。いや、なんか、さっき斉藤先生が、仕事してる時間というか、まあ、短いとおっしゃってましたけど、うん、密度が多分凄まじいんだと思うんですよ、これ。うん、だから集中してる時はめちゃめちゃ集中してるんでしょうね。そうそうそう、多分そうだと思うんだよね。うん。多分、普通に出勤してて8時間くらいじゃないですか、多分働いてる時間って。うん、でもなんか8時間も、まるっきり集中できてる人ってほとんどいないと思うんですけど。まあ、確かに確かに。多分、いいですよね、うん、向こう様ちゃんもなんか3時間とか、うん、企業案件の2時間とかをめちゃくちゃ集中してやってるから、うん、無駄な時間がないんでしょうね、多分。あとなんかさ、うん、この3時間昼飯に使う勇気がないってのもありますよね。うん、ちょっとなんか、あれやんなきゃなってなったらドキドキしちゃったりしないですか？しないか。あ、でも忙しい時はもちろん2時間ぐらいとかですけど、はいはいはい、あんま変わってない。忙しい2時に起きます。1時間早く起きたりします、うん、仕事の時間がだいたい5時間半ぐらいなんですね。そうですね、うん、もちろん忙しい時もあるので、うん、そういう時は本当にでも言っても多分8時間以上稼働することまずないんですけど、うんうんうん、短いと本当に絵に企画だけの日もあるので、2時間稼働っていう日もあります。うん、はいはい、ああ、すごい。はい。で、すべてを終わらせて、ズイフトに行くと。ズイフトですね。もうこれはもう、ちょうどこの18時と20時っていう時間が、日本人のそのズイフトライダーが一番参加されてる時間帯なんですよ。はいはいはい。ズイフトってオンラインゲームなんで、やっぱホットタイムがあるんですよね。ああ、なるほどなるほど。で、やっぱ、はい。友達が走ってる時間帯に走らないと面白くないんですよ。うん、確かに確かに。はい。なんかやっぱこう、ライバルとかいるじゃないですか。この人に勝ちたいっていう人がいて、うん、で、その人が参加する時間帯を狙って参加するんですけど、まあ、それが大体18時とか20時で、うん、もしくは早朝とかなんですけども、なんでどっちかでやってますね。一回何人ぐらい参加してるものなんですか？1レースに。レースは多いと200人ぐらい参加するレースもあるんですけど、でも大体2、30人ぐらいです。平均すると。うんうんうん、昨日優勝しました。昨日なんか1位取ってましたよね、はい。はい。昨日は優勝しました。もう久しぶりに優勝しました。すげえと思って見てました。はい。もう、楽しいんですよ。ゴール前のスプリントが。はい。漫画家じゃねえって思いながら見てました。はい。いや、ちょうど水泳やってた人って、ズイフトめちゃくちゃ向いてて、ああ。ズイフトってやっぱこうゲームの特性上、
なんていうんですかね、こうやっぱ最後のゴールスプリントで1分間ちょうど全力で走れる人が強いゲーム性なんですね、はい、うん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 、でそれがやっぱ水泳選手ってやっぱ50メートルにしても100メートルにしてもまあ大体1分前後全力で走るじゃないですか、うんうん、泳ぐじゃないですか。だからちょうどそのゴールスプリントするのにちょうど適した体作りができてる人が多くて、はいはい、うん、はい、なんで水泳やってる人には僕もうみんな勧めてるんですけどまあでもあんま誰もやってくれないですね僕も勧められたんだけどちょっとね、あの嫁ストップがかかって、ね、僕だから、はい、持ってこうとしたんですよ、はいはい、ズイフトする機会を、うん、あの10万円ぐらいするんですよ、10万円ぐらいするやつをもうあの差し上げますって感じでもう持ってこうとしたんですけどストップかかっちゃったんで一緒にできなくなっちゃった。新築だからちょっとなんかねそういうごっついやつ置くのはちょっと待ってって言われちゃって、あもうちょっと汚れてからもうちょっと汚れたらいけると思うんで、うん、来年再来年ぐらいですかねはい、ちょっと隙を見て、はい、隙を見て持ってきますね、はい、いやでも見てるとねやりたくなるんですよね。これは楽しいです。あのそのジムも僕好きですけどね、はいはい、あの家でできるのがやっぱ一番いいですよね。うん、ね、はい、なんかいつも汗だくになって楽しそうだなと思って見てます、はい、ぜひぜひやってください。で、まあ、でそれでその後お風呂入って、うんはい、1時間ぐらいなんですか。僕風呂1時間、はい、もうここでがっつり、ここで僕エゴサするんですよ、必ず。風呂の中で。あ、風呂の中でやってるんですか。風呂の中でエゴサするんですよ。エゴサして、うん、その自分の名前とか、あとその、まあなんか自分がちょっと気になるワードとかも含めてそうですけど、このタイミングで必ずエゴサーチして、うんうん、で、まあエゴサーチすると、まあ何がわかるかっていうと、そのまあもちろんその自分が、なんていうんですかね、こう、あんまり自分のことよく思ってない人もやっぱいるわけじゃないですか。はいはい。で、僕結構それ気にしてて、そうですね。そうなんですよ。で、やっぱ、ネガティブな感情を抱いてる人が多いなって思ったら、うん、次の日は猫の漫画描くんですよ。あ、結構気にされてるんですね。いや、全然気にしないと思ってた。そうなんです。僕、やっぱこう、漫画家なんで、その、皆さんにちゃんと、うん、あの、皆さんにまずやっぱストレスを与えてしまうのは良くないなと思ってて。はいはい。で、まあだからどんな人でも、どんな読者でも、まあ、できるだけ大切にしたいなって思いがあって、ええ、で、まあだからネガティブな感情を抱いてる方がいらっしゃったら、あ、ちょっと良くなかったな、うん、最近ちょっと人をあまりにもちょっと馬鹿にする漫画が多かったなと反省して、猫の猫でバランス取ってるんですね。あ、なるほど。すごいな、でも。なんか、バランス取れるんだ。すごい、生の声めちゃくちゃ大事にしてます。ちょっとなんか、あの、ギャグみたいな話だけど、結構理にかなってるようにも思いますね、うん、それ。そうですね。そうか。あの、だから大きい炎上なかなか、まあ炎上、ちっちゃい炎上ちょこちょこするんですけど、やっぱどうしても、うんうん、あの、うん、尖った話題がたまにあったりするので、はいはい、あるんですけども、まあ、大きい炎上にはなかなかこう、合わない。うんうん、感じにはなってます。そのおかげで。なんか炎上ってでもなんか難しくて、どの辺から炎上なのかっていうのが、なんかずっとこう SNS に触れてると、感覚鈍ってきますよね。これはまだ炎上じゃないんじゃないですか。持論ですけど、うん、気にしないければ多分いいんですよね、これって、本当に。はい。で、まあ、ここで言う場かどうかわかんないんですけど、大体炎上で騒いでらっしゃる方たちって、もともとのファンの方たちじゃないじゃないですか。はいはいはい。ほとんどの場合が。で、もともとのファンの人が怒ってたら、あの、それはもう反省した方がいいんですけども、うんうん、あの、まあ、要はちょっとこう、お祭り騒ぎがお好きな方たちがね、やっぱいらっしゃって、うん、そういう人たちが主に騒いでるなと思ったら、まあ、基本はもう、一回、その話題からもう離れる。はいはい。が多分ベストだと思ってて。そうですよね。はい。なんか僕も、その、だから、斎藤直樹燃えてたみたいな話を、なんかエゴサで気づくことがあって、はい、うん。あ、燃えてたんだ、みたいな時が。燃えたことありました？いや、例えばなんか AI の話題とか出した時とかは、なんか燃えた風になったらしいんですけど、なんか僕は別になんかそれ燃やそうとして、ましたね、周りの人がね。あ、燃えてたんだ、みたいな感じだったんですよね。そっか、と思って。
ありました、ありました、はい、あ。僕も AI の件で燃やされそうになりました。うん、燃やされそうになった。はい。いや、燃やそうとしてきますよね、本当に。ああ、いや、叩きに込まれるわけですね。気がついたら、ちょっとキックのやめろよ、みたいな感じになるんだ。で、その次に、暴飲暴食、2時間。あ、そうですね。これ今実際今やってる最中なんですけど、暴飲暴食を。今これ僕現在進行形です。はい。もう僕今4本ビール飲んでます。おお、いいですね。いや、すごいな。はい、いや、この暴飲暴食がやりたくて、はい、なんていうんですかね。まあ、てかそもそも昼も夜も食った後ですけども、その昼か夜食った後にお酒を美味しく飲むっていうのが、好きで。昨日は飲まなかったんですよ、確か。あ、飲んだわ。昨日飲みました。毎日飲んでました。昨日はビール5本ぐらい飲みましたね。でもすごいな。そんなに食って飲んでるのに、体型維持できてるって、やっぱりこのズイフトがすごいんですよね。いや、2時間自転車やれる人、そういないと思いますよ。毎日ですもんね、しかも。そうですね。ズイフトは、やっぱ効率いいと思います。うんうんうん、運動効率が。だってなんか自転車のね選手って効率よくエネルギー取るためにめちゃめちゃ山盛りのパスタとか食べたりするじゃないですか。そうです。うん。そんだけカロリー使うってことなんですね。はい。すげえ。で酔った勢いでスペース。酔った勢いでスペース。昨日まさにそうでしたね。やめたいんですよ、これ本当は。あ、それやめたいんですか。本当はやめたいんです。めっちゃ楽しそうだからいいのかな。いや、よくないです。酔った勢いでスペースしたときに、たまにやっぱ言ってはいけないことを言ってしまうので、うん、よくないなと思って。あ、それが楽しみで聞きに行ってんのにな。僕はだから酔った勢いで、結構ツイートとか しがちだから、それはなんか昔は結構注意してましたけど。それよりもね、暴言吐いちゃうんですからね。はい、そうですね、本当に昨日は特に本当にだいぶいろんな人傷つけてしまったので反省してます。でも辛口って辛口って言いながらやってましたからね。いや、タイトルちゃんとしてたから。う、ね、うん、はい、一応は、はい、覚悟をしてくださいっていう前振りをしておいたので、うん、それが欲しくてきた人たちですから。そうですね、はい、問題ないです。本当に録音しなくなったのは、まあ、そういうことですね、最近。あ、してたんですね。昔はしてました。はいはい。はい。もう今全然しなくなりました。ちょっと、なんか悪いこと言ったら良くないなっていう。うんうん。それこそ炎上の種になっちゃいますからね。いや、探してくるんすよね。多分そ。そういう人。わざわざ。何回も同じこと言ったりとか。ちょっと羨ましい。一個見つけたら。そうですね、うん、羨ましい一日ですね。これが、でも本当、本当大体こんな一日ですよ。ほぼ。うん。うん。ズイフトが2回になるか1回になるかの違いですね。本当に。2回やってんのやばい。2回になるときはどこに入れるんですか？2回になるときは、ダラダラするのところをダラダラせずに、先に企業案件を終わらせてしまったときがたまにあるんですけど、はいはい、うん、そういうときに大体10時から12時ぐらいまで開くんですよ。はいはい。で、その時に、よしってなって、ちょっと3、40キロ走ったりとかします。3、40キロって。なんかでもこんな漫画家になりたいですね。ぜひ。ね、これでも商業漫画家だと難しいですよね。絶対。ああ、確かに確かに。はい。個人だからできる。個人だからできる。はい。うん。いや、でも商業漫画家よりも稼いでるでしょ。実際。はい、もう稼いでます。絶対こっちの方がいい。はっきり言ってて草なんだ、はい、多分、なんか、それなりに売れてる漫画家さんより多分僕の方が稼いでると思う。うん、ですよね。まあ、間違いないと思いますけど。うん、はい。なんで、皆さん、これを目指してください。ぜひぜひ。ぜひ。なんか、まあ、あれですけどね、やっぱこう、商業漫画家さんの方が、やっぱこう、なんですかね、こう、上が、でかいじゃないですか、その、うんうん、当たった時の爆発力みたいな。はいはいはい。そこは多分個人だとまだ狙える人、ちょっと少ないんですけど、うん、ただ安定して稼ぐのって多分個人の方が簡単だと、個人的に思ってます。うんうん、あ、なんか中間で取られる分がね、丸々少なくなりますからね。うん、はい、
そうなんですよね、うん、だからちゃんと、うん、あの自分で考えて活動できる人は個人の方が絶対いいのになと思って、うん、僕よくいろんな人をもったいないなと思いながら見たりしてます。あ、そうですね。だからその僕も漫画家さんで、うん、この人個人でやった方が絶対良さそうだなって思うことあります。ですよね、うん、なんかまあでもそれ言ってもやっぱ新人さんってやっぱあれじゃないですか、こう商業で単行本出すの憧れてる人が多いから、うんうんうん、どうしてもそっち流れますよね。そうですね、はい、うん、ちょっとなんか権威というかそういうのもつくから、うん、あの雑誌で連載したいみたいなところは、はい、なんか気持ちとしてはすごいわかるなっていう気がしますね、うんうん、そうですよね、うん、だから止められないんですよね本当に。まあ、止めるべきじゃない別にやりたいならやりたい方向やるべきなんで別に止める必要ないんですけど、はいうんうん、はい、はい、ありがとうございます。いやーなんかめっちゃ炎上する前にねこれちょっとお口チャックします。ちなみに僕のこれ今日の一日だったんですけど、あ今日の、はい、昨日から今日にかけてこれが、まあ、大体10時に寝ます。10時に寝て4時まで寝ないと寝てそこで起きて、うんうん、だいたい2時間ぐらい読書。これ ラノベ読んでたんですけど、なんかラノベは読書じゃないってちょっと聞いて。これ怒られてたやつですよね。ラノベは読書じゃないっ て。ラノベの読書じゃないんだと思ってちょっとショックだったんですけど、あの読書じゃなくてラノベ読んでます。もう うるせえって返信しときゃ。本じゃだって漫画も漫画すら読書だと思ってたから。あ、そ、うん、そういうなんか区分けがあるんだと思って、なんか、へえって思ったんですよ。いや、ない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 。はい、ないですよね。ないですよね。ないよ、そんな。勝手に決めんだって思っちゃいますよね。で、6時ぐらいから、まあ、大体10分、20分ぐらいで大体ご飯って終わっちゃうから。うん。うん、ご飯食べて、で、最初やっぱりメール返すんですよね。7時から8時ぐらいまで。結構メール返してメールがなんか結構時間かかるんですよ。長いっすね。うん、アウトソーシングできないですかこれ。いや、なんかアウトソーシングするまでもないなぐらいな感じだったから。ああでも斉藤先生の手を1時間半煩わせるのは相当お金もったいない気がしますけど。あでもね、1時間半はちょっとかかってなかったかもしれない。1時間ぐらい。あ、そうですね。うん、まあ、値段は変わんないですけど、まあ。メールとかですから、なんかこう、はい、違うこともやったりするんですよね。うん。で、昨日、あ、今日は気まぐれ添削をやる日だったので、うんうん、だいたい最初になんか2時間ぐらい添削するんですよ。あの撮影してない添削。でここでなんか、うん、あ大体なんかこういう感じの添削にしようってやったら次の1時間で台本書きながらその添削の内容を、あ最初はなんか ポージングの添削にして、でその後でなんかエフェクトにした方がいいなみたいな、ちょっとあの順番を入れ替えながらまとめるんですよ、うん、でその後の2時間でその順番通りに撮影しながらもう一回同じやつを添削するっていう、あ、2回やってるんですよ。そういうことか。そうなんです、そうなんです。じゃああれ4時間かかってるってことなんだ。すごい。4時間、1、2、5、5時間ぐらいかかってますね。5時間、あ、台本もあるから。作ってますもんね。そうか、台本これか、うん。すごい。斉藤先生、そろそろ寝なきゃ。そうなんですよ。結構ね、そろそろ寝る時間が。本当はうだうだしてる。30分ぐらいですよ。そうそうそう。で、なんかなんでこんなにこう気まぐれ添削、こんなに時間かけてるのかっていうと、台本書くのが結構重要で、台本書いてるとあの本にしやすいみたいなところがあって、ああ流用できるの、そう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 、それだともうほぼそのまま本にできちゃうから、だから結構めんどくさいやり方をしてるっていうところがまあ一点ありますね。うん、なるほど。うん、まあもう一点はただそのだらだら添削すると話下手だからまとまらなそうっていうのもあるっちゃあるんですけど、まあ、そんな感じで5時間ぐらいかけて添削をして、でご飯食べに行って、
なんか昔は昼寝してたんですけど、最近はしてなくて、この後にちょっと2時間ぐらいで残りの仕事して、であとは決めてないって感じですね。うん、自由時間ですね。うん、だからなんか忙しい時はここが仕事になったりとかもするんですけど、うんうんうん、まあ、あとは自分の絵描いたりとかすることもあるし、まあ、ここは何かに使うって感じですね。あと家族で出かけたりとかっていう感じで、1,2,3、まあ、4時間半ぐらい過ごして、うん、これうだうだは何してんだろうな。うだうだはなんか、ね、そうスマホをいじったりとかって感じですかね。あ、なるほど。ツイッター見たりエゴサしたり、あ、でもなんか僕エゴサは、あ、はい、なんか永遠とエゴサしてる状態で、あの ツイートデックってあるじゃないですか。はい、ツイートデックになんか検索用のやつで斉藤直樹って入れておくと永遠とエゴサが出てくるんですよ。随時こう更新されますよね。そうなんです、そうなんです。だからなんかやばってなったらその対策をするみたいな。そう、結構気にされてるんですね。最近はなんかそこまででもないんですけど、はい、なんかあの、うん、YouTube 始めた時はなんかあるんじゃないかってずっとドキドキしてたので、なんかそういう体制にしてましたね。っていう感じで一日が終わってくっていう、そんな感じでございます。福士先生があの気まぐれ添削全然気まぐれじゃないっていうコメントを残されてます。確かに。そう、そうなんですよ。あ、でもなんかそれ言い訳をすると、はい、なんだろうな、やるってことは決まってるけど、はい、どの添削をするのかは気まぐれだし、あ、やるかやらないかも気まぐれなので、まあそういうエクスキューズをつけてるっていう。気まぐれがどこにかかってるかってところですね。そうそうそう、なんか気まぐれってつけてないとなんか全部 やるんじゃないかって思われたらあれかな、あのできないなと思ったから、うんうん、一応気まぐれってつけてます。ですね、じゃないと全部やらないといけない的な感じになって、できなくなった時に不公平が生まれますもんね。うん、いや全部はできないですねこの感じで。そうだからちょっと結構すごい量きますよねきっと。え、毎回すごい量きますもんね添削の。ああ、そうなんですよね。だから結構なんか海外の人からも多かったりするから。うん、海外の人か。あれですよね、あそこですよね、あのなんだっけ、パレット団。あ、違います違います、あのツイッターで募集してるんで。あ、ツイッターで募集してるんですね。そうそうそう、ツイッターで斉藤直樹の気まぐれ添削希望っていうハッシュタグをつけて投稿してくださいって言ってるんですよ。そうだからそのハッシュタグで検索して、その中から、あ、これはやったら面白そうだなみたいなやつをこう選んで添削してます。この部分が気まぐれなんですね。そうそうそう、選ぶところが選ぶところが気まぐれ。なるほど。選んだらちゃんと選んだらちゃんとやる、気まぐれじゃなくてっていう感じで一日を過ごしております。なんか一番ちゃんとしてるあれですね、はい、こう仕事もちゃんと集中してますもんね。うん、なんだかんだ言ってほぼ仕事っすもんね、前半がピンク色のところですよね。うん、そうなんですよね。だからなんかね、2人のやつ見てなんか逆にちょっとこうこれじゃいけないんじゃないかっていう気がする。いや、大丈夫じゃないですけど、ね、うん、これじゃクリエイターとしてダメなんじゃないかっていう気がしてくるんですけど。問題ないと思いますけど。問題ないです。でも、正確な問題って書いてあるけど、やっぱ寝てる時もありますからね、やっぱりちゃんと。うんうん、まあまあ、三者三様っていうことでね。はい。そうですね。面白いですね。こんなに違うんですね。ねえ。でもさ。びっくりしました。違うに決まってるじゃないですか、ぬこう様ちゃんの。これはだって同じ人いないでしょ、こんな人。逆に。僕の中ではでも個人の人ってこんな感じでやってるんじゃないかなって勝手に思ってました。いやー、珍しいと思いますよ、これ。いや、運動に2時間使える人自体がそういないかも。うん、そもそも、うん。そもそも運動してない人の方が多いですよね。多いですね。いや、僕もなんだかんだ言って1時間やってないこと多いですね。だいたいエアロバイク20分から25分で、うん、あと、あの、
筋トレ15分ぐらいだから40分ぐらいになっちゃってるか。エアロバイク20分とかだと全然足りなくて、うん、多分あともうちょっと走りたいと思ったかもしれない。ここはね真似したいですね。はい。まあズイフトじゃなくてもちょっと運動するっていうところで。うんうん。はい。じゃあ次行きましょうか。だいたい終盤ですけどね。で作成した原稿の束ですね。まだ4ヶ月ぐらいなんですが、結構書きましたね。ついでに撮影機材の紹介をすると、こんな感じで三脚が立ってて、これもないですか、上にミラーレス一眼、その上にマイクですね。こっくりマイクですよね。プロっぽいです。それと照明、あとディフューザー。照明はもう使ってます。あと僕が座ってるのはなんとゴミ箱です。無印のやつこれ見たことある。椅子買いたいって思ってるんですけど、なんとなくこれうち多分使ってるんです。座ってやってます。あ、今日もやりきりました。後片付けして本でも読もうかと思います。ここから1時間ぐらいはリラックスタイムです。こんな感じでゴロゴロしながら本を読んだり、ちょっと待って、見たりしてます。ちなみにこれあれじゃないですか、これいや、どうです、ごめんなさい、何何何、いやこれなんかコラでちょっとよさのあきこにされてるコラで、よさのあきこですな。そうそう、ちょっと面白い、思い出して笑っちゃいました。すいません、本当に。あの木村雅彦はなぜ力道山を殺さなかったのか、これがうまいことをコラされてて、なんか与謝野明子はなぜ力道山を殺さなかったのかっていう、めっちゃ綺麗なコラってめっちゃ面白いですよね。普通の先見性がありますね。すごいですね。すごい、この時読んでたんだ。え、これってまだミニになる前じゃないですか、だったら。ですよね。あ、そうですね。与謝野明子多分力道山とかで原作者出てきちゃう。これなんで読んでるか、読んでたかっていうと、この人、はい、あの半間裕次郎のお父さんいるんですよ。はい。ああ、半間裕一郎。モデルになった人ですか。はい。のモデルになった人で、うん、どんな人なんだろうと思って、なんか板垣先生がいやー木村雅彦はな、とにかく首が太いんだよって、もうずっと首が太いって言うから、なんか気になってきて。読まざるを得なかったっていう。なんか柔道家の人ですよね、確か。そう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 。で、あの柔道の試合無敗だった気がするんですけど、うん、負けたら死ぬ気だったらしくて、すごいなと思って、うん、なんか切腹のようにしてたらしいですよ。そうそうそう。結構気になります。本当かどうか分かんないですけど、しかもこの分厚さじゃないですか。確かに。そうだから何書いてあるのかなと思って読んだんですけど、そんなに記憶に残ってない。まあ、とにかく強いということはなんか分かりました。自伝ですかこれ。いや自伝じゃないですね。誰なんか、うん、記者か短歌じゃなかったな、確か。そうそう、あのこれ確か力道山さんとあの、はい、異種格闘技マッチして、うん、なんか不可解な負け方したんですよ、木村さんが。で、その話してるんだと思うんですよ、うん、多分これ。なんで不可解な負け方したからなんでやり返さなかったのかなみたいなこと、うん、多分内容で書いてると思うんですけど、ね、そういう感じ、うん、読んだのにあんまり読まない。なんで僕の方が木村雅彦詳しいんですか。本当ですよね。なんで知ってるんですか。だから与謝野明子コラで興味あって、そういうことです。なんかそうそう、木村雅彦で検索したらそうそう、なんか師匠もすごい人らしくて、これ、うん、木村雅彦のって話とかを調べて、そうそう出てきました。でしょ、アニメからそんなに調べたんですね。乗ってるかというと、スクラッチポールといって椅子に座りっぱなしで緊張した背中をほぐしてくれるやつです。なんかこんな感じで背中を伸ばすストレッチに使えます。こんな風にストレッチしてもいいですし、買いましたね、これこれ僕も買いました、最近なんですけど、最近なんですよ、僕これでも2本持ってました、2本。なかなか間違いがあったんですか。いや、あの硬さ違いを買いました。すごいわ。はい、はい、ここまでですね。はい。これ動画は以上です。いや、なんか、ここでなんか、僕の運動ってなんか大体このぐらいだったんですよね。このぐらい。あ、当時ですよね。うん、当時。
最近はなんか、うん、まあジム行ったりとか、あとはステッパー踏んだりとかしてるんですけど、ミ、うん、クシーさんはあれですか、あのさっきの自転車じゃなくて室内のやつ。あ、僕ストッパーもありますよ。プラスチックですけど、僕は同じやつも似たようなやつ持ってたりとか、あとぶら下がれるやつあって、うん、そこでちょっと懸垂っぽいことやったりとか、あとなんかひびだけついて足持ち上げたりとか、あとプランクとか、あと一応なんかワンダーコアあったりとかありますね。あのワンダーコアって何でしたっけ、なんだっけ、あの腹筋するやつですよね。腹筋するやつ、あの結構楽に腹筋できるやつで、うん、あのあんま効かないんですけど正直、あのなんだろう、ボーってやるにはちょうどよくて、あのなんか YouTube とかで聞きたやつとか、あと僕本読むのめんどくさいんで、オーディブルってやつあるんですけど、アマゾンオーディブル聞くときとかはそのワンダーコアで腹筋ぐにゃぐにゃやりながら聞いたりとかして時間潰してますね。あの本気でやるときはあれやってます、なんかあのなんだっけ、地面に寝っ転がって、あの足下ろしたり立てたりとか、うんうん、そっちで腹筋してるかな。コメントで倒れるだけで腹筋、あれか、CM でやってるやつだ。そうそう、なんかだいぶ前に役者さんがやってたやつですね。はいはいはい、昔流行りましたね、すごい、うん、聞くんですか。いや、まあ、あの長時間やったら聞きますけど、うん、だから本当に何か、なんて言うんだろう、体動かしてると結構気が紛れるっていうか、うんうん、なんて言ったらいいんだろう、僕疲れて2種類あると思ってて、あのその肉体的な疲れと精神的な疲れみたいなのがあって、うんうん、で、あの、やっぱ僕らみたいなデスクワークの人って精神的な疲れだけ先行しちゃうから、ある程度体疲れさせなきゃいけないと思ってるんです。そうしないとバランス取れないんで、だから結構精神病んじゃう人多いじゃないですか。うん、クリエイターって、ね。だからそれって多分体動かしてないからだと思ってて、その、精神的な疲れって結構我慢できちゃうじゃないですか。その肉体的じゃないから、うん、あの、そのまま作業進んじゃったりとか、寝たりしても回復しない疲れだけ溜まっちゃうんで、なんか肉体も疲れさせちゃえば同時に休めるなっていう考えで僕体を動かしてる感じですね。うんうん、肉体疲れてた方がなんか精神安定したりとかしますもん、ね。うん、あ、そうそう、だから一緒に休めるんですよ結局、うんうん、あの精神だけ病んでとか疲れちゃうと、うん、あの本当になんか体疲れてないから、あ、休んじゃいけないんだみたいなシグナルが発生すると思ってて、うん、勝手に、まあ僕の勝手な持論なんでこれは合ってるかどうか分かんないですけど、両方疲れさせた方がいいと思ってるから、そうやってワンダーコアでもいいから何でも体を動かしとけば、うん、あのバランス釣り合うかなって勝手に思ってやってますね、うんうんうん、それは、うん、いやでもなんか感覚的にはすごいよく分かります、うん、なんかぬこう様ちゃんってもうずっとなんか運動してるみたいな感じのイメージなんですけど、逆に運動したの、はい、最近ですよ本当に。あ、じゃあもう運動全然しなくなったみたいな時期もあったんですか？そうですね。あの、一応、29歳ぐらいまで、水泳選手として普通に大会に出たりしてたんですけど、うん、結構長いんですね。長いです。僕、水泳選手の現役、あ、大学時代は全くやってなかったんですけど、うんうん、大学卒業してからは28か29ぐらいまで、本当に、あの日本選手権とか出たりとかするぐらいちゃんとがっちりやってて、うん、すごいっすね。で、30前ぐらいにインターンしたのかな確か。あ、そうなんだ。そっからやってなかったっす。僕もっと若い頃にやってたのかと思ってました。あ、若い頃もやってたんですけど、うんうん、若い頃も一応、まあ、全国大会とかに出れるぐらいには出て、たまに表彰台登るぐらいにとかでやってたんですけども、うん、でもなんていうんですかね、当時なんか僕、太れなくて全然。もう偏食だったんですよ。はいはい。あの、肉が食べられない。今肉好きなんですけど。はい。もう全く肉が食べられなくて、で、体重がだから、ま、身長が今100、まあ、今とか昔から177点ちょっとぐらいなんですけども、体重が49キロとかだったんですよ。めっちゃ痩せてますね。めちゃ痩せてますね。そうなんですよ。めちゃくちゃガリガリで。で、だから、どうしてもその、水泳選手としてやるにはちょっと体重が足りないなと。でも練習すればするほど減るんで、もうしょうがないということで、うん、もう開き直ってやめたんですけど。うん。でも、大人になったら体重がちょっと増えるじゃないですか。うんうん。で、いい感じで肉付きが良くなったら、なんかめちゃくちゃ早くなっちゃって、そのまま30前までやってたっていう。ええ、すごい。すごいな、はい。ちょ
ちょっと、はい、変わった感じで水泳をやってました。そうなんですね。僕なんか高校生とか大学生ぐらいの時に、はい、やってたのかなっていうイメージだったんですけど、はい、そういうわけ、まあ、高校の時はやってましたよ、一応。インターハイとかも出たりとかしましたけど、うんうん、でも、インカレとか、大学はもう、僕、空手部だったんで、全くやらずに。いろいろやってますね。空手とかアンディ・フグに憧れて、K1 選手になりたくて、はい、うん。空手やりました。いや、でもなんか、そう考えると、でもなんか、そういうの全部漫画の引き出しになってそうですよね。うん。ですね。いろいろやった結果、今、うん、いろんな経験ができて、本当にありがたいことに仕事になってますね。うん、いやー。なんかこんな感じでこうずっと喋ってられそうなんですけど、うん。はい。もう寝ないといけない時間ですよね。そうだし、そもそも、まあ、それはともあれ、結構なんか1時間40分ぐらい話しちゃってんで。はい、あ、結構喋ってますね。そうなんですよね。なので、ちょっと この辺で締めていこうかと思います。はい。はい、ぬこうさまちゃん、初めてのゲストだったんですけど、今日はありがとうございました。はい、こちらこそ、ありがとうございます。もうなんか酒があれじゃないですか、結構回ってきてるんじゃないですか。もう4杯目飲んで終わったんすごいな、はい、でもなんか悪いしないんですね。あんまり喋ってて、ね、普段と変わんないんで。うん。はい、うん、もう、ビールは大丈夫なんですよ。ビール以外だとまずいんですけど、はいはい、うん、何飲まれるんですか、はい、逆に日本酒とか。いや、いつもスーパードライか、はいはい、うん、今日飲んでるのは僕が作ったオリジナルビールを飲んでました。あ、クラフトビールのやつだ。そうです、はいはい、あれをもうあと本当あと3本しかないんですけど、ちょっと、今日は特別だと思って4本開けました、うん、あ、なくなっちゃいますよ。なくなっちゃうんですけど、でもこれどっちにしろもう賞味期限がもう切れてるんですよ。うん、うん。切れてるんだ。クラフトビールめちゃくちゃ短いんで。はい。美味しかった。自分で作れるっていうのがいいですね。はい。はい。そして、イクシーさんも今日はありがとうございました。ありがとうございます。いつも。はい、もうなんか今日は顔出しもしていただいて、写真で。いや、なんか、食べてる写真欲しいって、めちゃくちゃ直接ダイレクトに来たのに、なんか俺が、なんか、自分が進んであげたみたいになってますけど、はい、まあ全然問題ないですけど。いやでもなんか、イクシーさん結構、はい、恥ずかしがり屋だから、なんか僕がちょいちょい、はい、その断るごとに顔出ししませんって誘っていこうと思ってるんですけど、え、なんか今度いや、まああんまり。出した方がいいですよね。そう、だから、この前、オフラインでやったじゃないですか。はいはいはい、でちょっとなんかハードル高いかなと思うんで、うん、実際にね会うのもハードル高いんで、オンラインでもいいから、なんか今度顔出しコラボしてくださいよ。僕とあ、それは問題ないですけど。ありがとうございます。はい、みんな聞いたよね今現地撮るやつぜひお願いします。はいはい、ということでね、お二人ともありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、最後にね、さっき一応最初に宣伝したんですけども、こちらね、現在発売中になっております。こちらがですね、概要欄にリンクとか URL が貼っておりますので、割引クーポンも、20% の割引クーポンが、貼ってありますので、そちらをぜひ、利用の上ご購入いただけると嬉しいです。はい。ということで、お二人とも今日は、5周年記念の配信に来ていただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。